皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はこちらニコンさんからお借りした Z9、 こちらをですねちょっと1ヶ月ぐらい使ってきたんですけども、この Z9 を実際に1ヶ月使ってみて感想というか本音の部分をちょっとお話ししていきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。この Z9 どういうカメラなのか、でこの Z9 がベースとなって今後ですね Z6-3 とか Z7-3 とかそういったもののカメラが出てくるかと思いますので、このカメラ実際に機能的にどうだったのか、それがどういうふうに今後カメラニコンのカメラに引き継がれていくのかっていうところのお話ししたいと思いますので、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ではこちらをですねニコンさんからお借りした Z9、 1ヶ月使ってきたところで、まあ、本音というところの、まあ、この Z9 のお話をしていきたいと思います。まずはですねこの1ヶ月使ってみて総評としてどうだったかというとですね、結論としてですねマジいいカメラです。はい、これマジいいカメラでしたね Z9。 もうほとんど不満がないぐらい、もう機能的には本当に全く不満がないぐらいすごくいいカメラでした。この Z9 めちゃくちゃいいカメラだったんですよ。まあもちろんデメリットというか、まあ、ここはちょっとっていう部分もあったんですけども、総評としてやっぱりめちゃくちゃいいカメラでした。 Z6 とか使ってきてたんですけども、まあこのカメラは本当にいいカメラですね。なので、まあ、どの辺がいいのか、そしてどういうちょっと不満点があったのかっていうところのお話ししていきたいと思っております。機能的にはですね何ら不満点はないんですけども、まあ、ちょこちょことですね、まあ、ここちょっとあれだな、やっぱり Z9 ここあれだなって思ったところもあったので、まあ、その辺もですねちょっと細かくお話ししていけたらいいかなっていうふうに思っております。で、まあ、実際に Z9 ちょっと高すぎて買えないよっていう方は、この後のですね Z6-3 とか Z7-3 にですねこの機能が降りてくる可能性が高いので、そういったところでもですね、あ、じゃあ次のニコンのカメラってこんな感じになるんだっていうところで参考にしていただいてもいいのかなっていうふうに思っております。じゃあまずですねこのまあ見た目としてやっぱりこの Z9 縦グリップがついてるんですけども、まあ、この縦グリップ実際私的にはどうだったのかというと、まあ、実際にはですねちょっと縦グリップを私は今まで使ってきたことがないので、正直あんまり慣れなかったです。1ヶ月使ったんですけども、あんまり慣れなかったんですけども、これ慣れてる人にはめちゃくちゃ使いやすいかなっていうふうには思いましたね。まあこういうふうに撮ってこういうふうにも撮れるっていうですね、まあ、縦グリのすごくいいところ、縦でも横でもすごく撮りやすいっていうのがこの縦グリップのすごくいいところだと思うんですけども、正直個人的にはこれを持ち帰るのがちょっとめんどくさいかなっていうところがですねちょっとやっぱりありました。まあこういうふうに撮れるのはいいんですけども、まあ、この持ち帰るのがちょっと若干この大きさとでかさと重さがある分ですねちょっとめんどくさいかなっていうふうな感じはありました。で実際に、まあ、私も撮るときは普通にですねこういう風に撮ってこういう風に立てればですね、まあ、撮るので、まあ、そっちの方が持ち替えなくていい分ちょっとですね個人的には楽かなっていう風に思ったので、まあ、とっさにこう立てで撮りたいとき、とっさに横で撮りたいときっていうのがこうやりやすいんですけども、まあ、持ち替える、まあこれは慣れてる人によると思うんですよね。慣れてる人はこっちの方が良かったりするので、まあ、個人的にはこういう風なんですね撮り方が良かったかなっていうところで、あんまり縦グリップにはちょっと慣れなかったっていうところがありますね。まあ、これは個人差があるので、まあ、実際にはもうこの縦グリに慣れてる人はこの縦グリがもうめちゃくちゃいいよっていう方もいらっしゃると思いますので、この辺はですね個人差だと思うので、まあ、この縦グリがあるないかっていうところでそういった持ち替えがあるので、まあ、その辺が合うか合わないか、慣れるか慣れないかっていうところの差があるかなって思ったところになっております。まあ、この縦グリがあることで、まあ、ここにですねシャッターボタンとか、まあ、いろんなボタンがあるわけですよ。でここはロックがかかるんですけども、まあ、このロックを外したりするのめんどくさいので、まあ、結構縦とか横とかですね頻繁に私、持ち帰って撮影してたのでこのロックは外してたんですけども、ここがですね結構こう当たっちゃうことがあって、ここのボタンにですね、それでなんかちょっと誤操作でシャッターを切ってしまったりとかですねそういった場面もちょっとあったので、こう持ち帰るときにちょっと
まあ、何かしら押してしまってそれで誤操作をしてしまうっていうところでシャッターを切ってしまうとかですね、結構あったので、その辺のちょっと誤操作がやっぱりこう持ち替えると出てくるのかなって、個人的にはですね、私が慣れてないせいもあると思うので、そういったところがありましたね。なので個人的にはそんなに縦グリップは私的には必要ないかなっていうところで、まあ、こういう風にすることがですね、まあ、その誤操作を防ぐのかなっていう風に思いました。まあ、こういう風に持ち替えることで、まあ、何かしら当たることで何かあの誤操作が起こるっていう可能性がですねやっぱあるので、まあ、その辺でちょっと設定が軽く変わってしまったりとか、シャッターボタンがですねパシャッと切れてしまったりとかっていうところがあったので、まあ、その辺がちょっと縦グリにはちょっと私は向いてないのかなっていう風には感じはありました。ただ、このですねチルト式が4軸チルトになってます。なので、まあ、こういう風に上げることもできますし、例えば縦グリの時にはこういう風に持ち上げてチルト式として撮影することができます。これはめちゃくちゃいいなっていう風に思いましたね。なので縦グリを使ってる人でこういう風にチルトで使える、横で向いてもチルトが使えるっていうのはものすごく使いやすいっていうところがやっぱありました。これは縦グリとしての機能として四軸チルトっていうのはすごく向いてるのかなっていう風にはですね感じました。ただちょっとやっぱりですね、この四軸チルトに私個人的にはあんまり慣れなくて、ちょっとチルト式ってちょっと若干硬いイメージがあると思うんですけども、これが縦がちょっとですねこうパッといかない、ちょっと硬めのですねものなので、こういう風にちょっとですねちょっと難しいというか、縦と横がこう切り替えがちょっとですね、まあ、すんなりいかないというか、まあ、こういう風にちょっともたついてしまう部分があったので、この辺がちょっとですね、まあ、私は向いてないかなっていう風に思いましたね。ちょっとこの四軸チルトに使い勝手が慣れてないというか、こういう繊細なちょっと使い方にあんまり慣れてないというか、ちゃちゃっとやりたいタイプなので、ちょっとこういったところがもたもたしてしまうのが、まあ、ちょっと使いづらいというか、その辺がちょっと私個人的には合ってなかったなっていう風に思うので、まあ、チルト式かもしくはまあバリアングルもですね、ちょっとめんどくさいところはあるんですけども、バリアングルもちょっと慣れない部分はあると思うんですけども、そういったちょっとですね、このパッと硬さっていうのがですね、ない分、ちょっとそっちの方が向いてるかなっていうところになってるので、まあ、普通のチルトか、もしくはバリアングルの方が個人的にはちょっと好みかなっていう風には思いましたね。ちょっとパッパッといけないっていうのが、ちょっと四軸チルトのこの硬めというか、まあ、その操作性の、まあ、俊敏さがちょっとですね、私個人的には合わなかったかな。まあ、私がですね、使い慣れてないっていうところがあるかと思うので、この辺は使い慣れたら、もっとですね、例えば半年とか1年とか使い続けると、まあ、こういったところを手慣れてパッパッとですね、まあ、できるかと思うので、その辺は慣れかなっていうふうには思うんですけども、個人的にはちょっと1ヶ月使ってもちょっと慣れなかったなっていうところがあります。ただですね、やっぱりこの縦グリップとの相性はめちゃくちゃいいなっていうふうにはですね思いました。四軸チルト、はい、縦グリップの場合やっぱりですねバリアングルよりも四軸チルトの方が、まあ、使いやすさはあるのかなっていうふうに思いましたね。まあ、普通のカメラに関してはちょっとですね、普通のチルトかこの縦グリがないやつに関しては普通のチルトかバリアングルの方が個人的にはちょっと使いやすいかなっていうふうにはですね感じましたので、この縦グリがある分は四軸チルトの方が相性はいいのかなっていうふうには感じました。で、まあ、機能的な面としていろいろですね、まあ、あるんですけどボタンがですねファンクションボタンが多いとかいろいろあるんですけども、この辺はですね、まあ、すごく使いやすかったし、ニコンは基本的にはこういったところは結構使いやすいので、その辺ですね、まあ、結構考えられているカメラかなというふうには思いました。ボタン類が結構多いので、この辺は慣れもですね必要にはなってくると思うんですけども、まあ、慣れてくるとですね、まあ、いろんな機能がパッパッとですね、まあ、出せるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、この機能、カメラの撮影する機能についてのお話なんですけども、これに関してはねもうほとんどですね文句ないです。もうほとんど文句ないぐらいめちゃくちゃいいカメラでしたね。例えば、まあ、高画素なんですよね。こちら高画素機4500万画素ぐらいだったかな、そのくらいの画素数があって、その画素数 もうめちゃくちゃ使いやすかったですね。個人的にはちょっと高画素機ってあんまり好きじゃなかったんですけども、やっぱり、まあ、その精細さ、まあ、撮った時の細かさっていうのもありますし、あとはクロップしても耐えうる、まあ、画素数っていうところで、まあ、その辺もですね結構クロップしても2000万画素ぐらい残ってたりとか、まあ、そういったところで結構ですね、まあ、いろんな使い方ができるところはですね、やっぱりこの
高画素機のすごくいいところかなっていうふうに思いました。ただやっぱりデータ容量が重くなるので、1個のですね、画像に対してのデータ容量が重くなるので、その辺に関してはちょっとですね、圧迫してしまうっていうところで、例えばですね、これで CF エクスプレスカードを使ってるんですけども、この CF エクスプレスカードの性能によってはパソコンに移すときに、大きなデータになって移すときに結構時間がかかってしまったりとかですね、そういったところもあるので、コスト面でも結構かかってはくるかなっていうところではですね、思っております。あとは編集するときとかも、ライトルームで編集するときとかも、パソコンのスペックによってはちょっと1個のですね、画像のデータが重いので編集にちょっと時間がかかってしまう場合もですね、あるんじゃないかなというふうには思いましたね。私は M1 の MacBook Pro 使ってるんですけど、その分に関しては全然問題なく普通に操作がですね、できたっていうところになってますので、ちょっと古めのパソコン使ってる方には高画素機っていうのはちょっとですね、注意が必要かなっていうところになっております。瞳 AF に関してのお話なんですけども、瞳 AF に関してはもう問題ないというか、もう素晴らしいです。これはもう大絶賛していいと思います。もうほとんど外すことがないし、食いつきがめちゃくちゃいいので、個人的に α6400 よりもはるかに上かなっていう風な印象はありました。 Z6 なんかは、瞳 AF が全身の場合ですね、ちょっと合いにくいっていうところがあったので、シングルポイントと切り替えながらですね、使ってたんですけども、これに関してはもう瞳 AF オンリーだけでですね、全然全ての撮影が対応できますし、犬猫とかですね、動物でもですね、自動で切り替えてくれるオートもあったので、その辺に関してもめちゃくちゃですね、使いやすいなっていうふうには思いました。で、例えば、ホワイトバランスだったりとか、色味だったりとか、描写力っていうのは Z、ニコン Z っていうのはもう本当にですね、共通して問題ないですね、カメラになってますので、その分に関してはもう本当にいいカメラでした。で、瞳 AF も問題ないので、問題ないというか、もう本当にいい、素晴らしいぐらいの機能というか、全体的な機能としてめちゃくちゃいいなっていうふうに思ったので、このカメラを持っておけばほとんどの撮影は何でもできるんじゃないかなっていうふうには感じたところになっております。不満はないと思います。これで写真撮る分にはですね、不満ないぐらいすごくいい写真が撮れるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、動画に関してなんですけども、こちらが内部収録でローのですね、動画が撮れたりとか、あとは H265 の 10bit のログが撮れたりとかしましたので、もうその辺もですね、ちょっと使ってみて、結構十分的なものでしたね。で、ローに関しては 60p までしか撮れなかったんですけども、この辺はちょっと設定がなんかあるのかなっていうところですね。ちょっと使ってみたんですけども、 60p までの制限がかかってました。ログの場合ですね、ログの場合 60p までの制限がかかってて、H265 の 10bit の場合は 120p とかではですね、全然撮影できたんですけども、ログでですね。で、その辺に関して、H265 に関してはめちゃくちゃデータ容量が軽かったので、結構どんどん撮ってもいいかなっていう感じでしたね。ローに関しては結構データ容量がめちゃくちゃ大きくなるので、この辺に関してはですね、やっぱりパソコンのスペックというか、容量、この CF エクスプレスカードの容量も必要ですし、パソコンに移すですね、時も、めちゃくちゃそのデータ容量が大きいので、保存するですね、容量の大きさっていうのも必要になってくるかなっていうところになっております。で、例えば、これでかいじゃないですか。手持ちで撮影するときってどうなの、手ブレとかどうなのっていうふうに思うと思うんですけども、ボディ内手ブレ補正で撮影する分でもほとんどですね、その手ブレをあんまり感じさせないぐらいで、プラス電子手ブレ補正を使うと、もうほとんどですね、これの手持ちだけで撮影できるレベルかなっていうふうには思いました。この大きさと重さの分ですね、ちょっとですね、このコンパクトなジンバルではですね、ちょっと使えないので、ちょっとですね、ちゃんとしたしっかりしたジンバルが必要にはなってくるので、その辺ですね、ジンバルはちょっと使いにくいカメラにはなってるんですけども、結構手持ちだけで何でも撮れるかなっていうふうにはですね、個人的には感じたので、そのぐらいですね、手ブレ補正はすごく優秀だというふうにですね、感じたところがあります。で、実際に、これいろいろ使ってみて、じゃあもうめちゃくちゃ良かった、このカメラめちゃくちゃ良かったけども、デメリットってどういうところなのかっていうところのお話なんですけども、デメリット、この不満点、この Z9 の不満点っていうところのお話をすると、やっぱりこの重い、でかい、ここに尽きるかなっていうふうに思いましたね。
なので、まあ、動画で重すぎてジンバルが使えないとかですね、もしくは写真で撮るときもこの重さとデカさによってちょっとですね、まあ、手が疲れてしまったりとか、あと片手撮影なんかがちょっとですね、まあ、難しかったりとか、あとはですね、まあ、持ち運びでバッグのですね大きさが必要だったりとか、結構大きなですねバッグじゃないとこれが入らなかったりとか、あとはレンズの組み合わせによってはバッグがですねもう一つ必要だったりとかですね、まあ、そういったところでちょっとコンパクトなカメラよりもですね持ち運びに関してはちょっと難しいかなというふうに思ったので、その辺がちょっとですね手軽にちょっと撮りたい人向けではなくて、やっぱりプロ向けのカメラになってくるかな、ちょっとシビアな撮影にすごく耐えうるカメラなので、そういった場面で使う方にはすごく合ってるけども、ちょっと手軽に撮りたい方にはこの大きさと重さっていうのはですね大きなデメリットになってくるかなというふうに思ってますので、その辺ですね、住み分けとしてもうちょっとコンパクトなカメラで普通にスナップ行って、もしくはこういったですね Z9 でちゃんとした作品撮りっていうですね、住み分けをしていただくと、すごく使いやすいかなというふうには感じました。で、正直このぐらいしかないんですよ、デメリットって。この大きさと重さぐらいのデメリットしかないかなっていうふうには感じたので、その重さと大きさが許せる人にはめちゃくちゃいいカメラだと思います。ただその大きさ重さが許せないちょっと軽いやつがいいよっていう方はですね、あんまり向いてないかなっていうふうには思うんですけども、動画も写真もめちゃくちゃいいものが撮れるカメラになってるので、もう本当にちょっとプロを目指したいよっていう方はこれ一つ持っていただくとかですね、基本的に電子シャッターになってますし、こういうふうにですねシャッター幕が閉じるんではなくて、はい、シールドが閉じるようになっているので、例えばソニーのカメラなんかでシャッター幕がですね降りて閉じてですねこうレンズ交換ができるんですけども、あれってですねシャッター幕が壊れる可能性が高くなるので、あんまり推奨はですね私個人的にはしてないんですよ。この場合はですねシャッター幕が降りるんではなくてシールドという形で降りるので、これが壊れても撮影にはほとんど影響がないぐらいなので、そういったところで考えてもですねやっぱりすごくいいですし、シャッター幕がないことによって長く使い続けることができる、故障する部分が一つ減った使い方ができるっていうところはすごくいいかなっていうふうに思いました。機械的なんですねそういったものが故障が一つ要因としてなくなるっていうのはすごく大きいですし、長く使えるカメラになるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ電子的な故障に関してはまた別途ですね発生する可能性はあるんですけども、その辺はですねやっぱりフラッグシップ機というところでその辺は壊れにくいのかなっていうところはですねやっぱり感じましたので、そういった面でちょっとですね壊れにくい長めにちょっと使いたいなって方はこういったところですね、ちょっと環境が厳しいところで使いたいなっていう方とかですね、そういった方に向いてるんじゃないかなっていうふうに思っております。こういったですねZ9 ちょっとですね仕事として写真をやってみたいなっていう方はですねすごく向いてるカメラだなっていうふうに思いました。ちょっと趣味程度の方にはちょっとデカさと重さっていうところがネックになるかなっていうふうに思ってるので、その辺は Z6 とか Z7 とかですね、他のカメラでもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、その辺のですね、大きさ重さで選んでいただいてもいいですし、この機能が欲しいからやっぱり Z9 がいいとかですね、内部収録ができるRAW が撮りたいとか、10ビットの動画が撮りたいとかですね、そういったところで選んでいただいてもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いましたので、そういった住み分け、自分に何が必要なのかっていうところで選んでいただければいいのかなっていうふうに思います。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。Z9 使ってみてめちゃくちゃやっぱりいいカメラだなっていうふうに思いましたし、個人的にこれ一個やっぱ欲しいなっていうふうには思ったんですけども、持ち出す機会っていうのがあんまりちょっとですねないのかな、ちょっと重さと大きさがですね個人的にはちょっとですねマッチしなかったので、荷物が増えるっていうのはちょっとですね、仕事で使う分には全然 OK だと思うんですけども、気軽に取りに行くっていう分ではですねちょっと難しい部分もあったので、Z6 と住み分けで使い続けてもいいですし、例えば ZFC とかと、ちょっとコンパクトなカメラと、使い分けでやっていてもいいかなっていうふうに思うので、APS-C とこれとですね持ってみるとかですね、 Z6 とこれと持ってみるとかですね、そういったいろんなパターンあるかと思うので、そういったですね、ちょっと使い分け、シーンによって使い分けるっていうのもやってみても面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、というわけで今回の動画はここまでになっています。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to see.